付き合う。ナイスタイミング。秋山さん、向こうのビルを見てください。うん、なんか叫んでる。屋上で何やってんだ。あの女性、何か起こる気がしますよ。ユウの持ってる携帯電話のカメラで決定的瞬間を撮影してください。これは前作やってる人には馴染み深い操作ではありますけど、あれか、見る。あれは何しようとしてんだ、あの小娘。待てー、返して。ん、は、え、何やってんの。何、え、気持ち悪い。何こいつ。え、何、何を盗んだの。何、パンツとか。何、何、何、ちょっと どういう状況。なんだこいつ。あ、え、今なんかブラジャーだった。なんで頭につけてんのこれ、パンツ。ちょっと待って、この演出必要あるか。なんかところどころあ、そのパンツ染みついてんじゃないの。ちょっと待って、ビデオを次々と飛び回る足さばき。サスペンダー必要なのか、持ち主の女の子結構可愛いな。多分これですね、無難に。うん。違うかな。ひらめいたぜ。あ、多分当たってるっぽいな。ひらめいたとか言ってるし。これだ。起きたっぽい。いやいや。さっきの飛び移り具合からどういう、どうやってこの技が生まれたんだよ。ヨーマック、メールはこんな感じでいいのか。カムロ町にも、カムロ町にもとんな変態がいたもんだ。だから、うん、だが奴の芸術とも言える美しい身のこなしから、俺も新たな技をひらめくことができたぜ。我、天気を得たり。なんか時代を感じるわ。あー、なんかこういうエフェクトあったよね。ガラ系でさ。なんか写真とこういうなんかさ。今回だと典型ゲットってなんかこの色変わったりするエフェクト、うん、懐かしいよね。ちょっと待って、金玉の典型ちょっとゲットできるか、もう一回試してみる。あ、来た、本当だ、これだよ、これこれだ、フラグ。怖えな、屋上に誘拐犯がいるそうだ。女性刑事がおったらしい。なんだと、女性刑事が、女が犯人に、ちょっと、たった一人で迎え撃っていったなんて、ちょっと見過ごせねえな、男として。ちょっと、つけ立ちに行くわ、これ。うん。いや、多分これでいける。多分これでいける。やっぱ、さっきのはちょっとフラグが立ってなかったんだ。いた!これだ!いるぞ!待て。やってるやってる。武器を捨てなさい!助けてー!こっち来んな!結構いい顔してそう、この女の人。てか、なんでこれスカート履いてんの?うん、刑事っぽくないんですよね。コスプレじゃねえだろうな、それ。うん。子供が、秋山何してんだ、これ目の前で。とりあえず見てみましょう、これ。あれは?なんか場所変わってるんですけど。諦めなさい。どう考えても、こいつがどうなってもいいのか。刑事の格好じゃないんだけど。答えなさい。仕掛けた爆弾の線、赤を切るの、青を切るの。爆弾。早く銃を下ろせ。こいつがどうなってもいいのか。よく見たら持ってるのか。どうすんねこれ。いや、言うて、なんか、セクシーでも、ないっていうか、あ、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、見えそうだった、今。ちょっと待って、嘘。
感じこれ。子供もなんか動揺しとるし。今見えた？見えなかった？ちょっと最悪、ちょっと見逃したわ今。あ、ちょっと待って、誘拐事件か、怖いね。見えなかったな。どんなだったんだ。急所に入ったな。あれ、ちょっと待って、動かせねえ。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、嘘でしょ。コントローラーが、ちょっとお前止まっちまった。ちょっと待って、こんなとこで最悪。うん、ちょっと待って、最悪。ちょっと待って、切断が。ちょっと待って、ケーブルが。ああ、ちょっと待って、時間が、お前。ふざけんなよ。ちょっと待って。なんでねよ。あ、ちょっと待って。あ、とりあえず。ああ、もうちょっと待って。押せなかった。うん。いや、わざとじゃない。ちょっとわざと、ちょっと切らしたわけじゃないんだけど、ちょっと待って。ああ、まあいいや、ちょっともう一回見てみよう。せっかくだから。ちょっともう一回見てみよう。うん。まあちょっともう、みんなも見たいでしょ、これ。うん。しばらくしたらまた来てみるか。あ？嘘。いなくなってる。消えとるじゃん。ふざけんな、お前。なんかもうちょい可愛い女の子だったら、てか、あんな格好でさ、刑事やってる女の人とかいるんか。やばい、興奮してきた。どこだ？どこにいる？わあ、いた！大丈夫か？助けてやるからな。どうなってるんだ、現場は。どうなってもいいのか。答えなさい。仕掛けた爆弾の線、赤を切るの？青を切るの？早く銃を下ろせ。こいつがどうなってもいいのか。ちょっと待て、みんな下を見た方がいいぞこれ。うん、みんな下を見た方がいい。パンツは見せパンじゃなくて、こうやってチラッと見えた。うわー、てか履いてないんじゃないのこれ、大丈夫？うわ。あ、赤。さりげなく子供を見てる。そんな驚くも履いてたん、パンツ履いてなかったん、てかもしかして。なんか子供ポーズ撮ってるし。怖いね。ああ、誘拐事件か、見えなかったな。どんなんだったんだ。多分まあこれでしょうね。急所に入ったな。あれは痛い。うん、おそらくこれで金敵の典型が。ひらめいたぜ。起きた。これだ。どうだ、どんな技か。これが金敵。おお、なるほどなるほど。金玉蹴って、ちょっとあれか、上からかかった落とし。マック、あれは痛えよな。よう、マック、誘拐犯とそれを追う女刑事の緊迫感あふれるワンシーンを目撃して、結末は犯人が女刑事のスカートの中身を覗こうとしたところに子供が死角から股間にガツンだ。見てるこっちが痛くなっちまった。この神がかり的なシーンをシャメで収めるとは。やるな。来た、金敵の極み。これ話しかけられんのかな。
大丈夫ですか？インタビューどうぞ。どうですか？金敵を決めた今の気持ちは？全くもう、見えた。全くもうだね。ガキがお前。見えたってあれ、犯人が言ってんのかなこれ。懲りねえな。二つ目。ちょっと待って、アジア街か。これ多分すぐできると思う。映画スターもびっくりな壮絶バトルを繰り広げる夫婦です。ミーもバトルアクション大好きで。アジア街って言ってるから、まあ、とりあえず降りましょうか。あ、これだ。夫婦喧嘩やばそうっすね。達人夫婦だってさ、これだ。ここら辺にいるはず。どこだ？あ、いたいたいた。これだ。何これ？達人夫婦って何？あ、これ写真撮ればいいのか。ちょっと失礼。何やってるんすか？お二人方。これ。おいおい。は？あ、日本人じゃないの？ん？やばいやばい、包丁持ってる。あ、浮気してんの？あぶねえ。は？なん？うおぉ！達人って何？カンフーとかの？嫌だわ、こんな奥さん。怖すぎやろ。そして、この夫の方も。なんか椅子投げた。やぶねえ！ああ！なんとか、かわしていく。いや、怖すぎる。いやでも死人が出る喧嘩ではなかったな、ギリギリ。ガードを崩されたところから反撃できればな。こんな見つかりやすいところにいるからだよ。狭い路地を利用してうまく戦ってる。多分上か下なんだろうけど。これかな。OK、多分当たってるっぽいな。うん。いやーでもうちのね、両親も舐めてもらっちゃ困るっていうか、うちの両親はあれだからね、戦うっていうか、もう自殺狙ってくからね、もう自分から死を選び始めるから、それで相手に罪を償わせるっていう最終必殺技あるから、うちの夫婦も狂気さではね、負けてないけど、マック。よーマック、すげーもん見ちまってよ。不倫してた旦那とそれを見かけた嫁。口論でも始まんのかと思いきや、そこから超ハイスピード、カンフーバトルの始まりだ。最後は旦那がやられちまったが、ガードしても油断禁物ってことを学んだよ。なんでこれ、奥さんの顔をさ、乗せたんだよ。逆境の極み、来た。